今日はですね、もう本当にこれから多分ミュージシャンたちの人生が大きく変わっていく時が来たっていうことをお伝えできればと思います。ミュージック、なんでミュージシャンが大切なのかっていうと、もちろんね、僕たちはもうね、普通にお店に行ったらミュージックが流れてる、車に入ったらミュージックをつける、ラジオでミュージックが流れている、コンビニ行ったらねミュージック流れている、テレビつけたら必ずミュージックが流れてますよ ね。で、本当にもう歴史上人類はもうミュージシャンをめちゃくちゃ大切にしてたんだよね。モーツァルトとかベートーベンとかね、まあ、長い目線で見るとミュージシャンっていうのは本当に It's an integral part of our society and our livelihood、 もう本当にこの大切な分野なんですよね。でも正直言ってね、ミュージシャンになりたいって思っている方たち、ね、これから歌手になってみたいな、ね、ドラマーになりたい、ミュージック、 I want to play music って考えると、今までにはめちゃくちゃ不利なハンディキャップがあったと思うんですよ ね。まずどういうことかっていうと、ミュージシャンのこのビジネスモデルが、インターネットが大きく出てきて、この CD モデル、その時も僕変だったと思うんですけれども、ね、その CD、ね、MD プレイヤー、ね、よくあったよね。CD、テープス、ね、そういうのがなくなってきて、で、まあ、今もあるんだけど、今は本当に YouTube、Spotify、iTunes Music とか、そういうところでデジタル音楽ですよね。本当にこの iWatch にミュージックをダウンロードして、ね、聞くこともできるっていう感じで、MP3 プレイヤーっていう時代に入ってきてから、本当にアルバムを作らなくてもいい。ね、でそういうアルバム12曲とか15曲とかいらない、1曲でもいいと。で本当に YouTube に出したら本当に無料で広がっていくっていう感じで、どうやってミュージシャンとして生きていくのか、ね、どうやって例えばいい曲弾いてそれを Spotify に上げたら本当にそれで暮らしていけるの、ね、僕が知っているミュージシャンは、フルタイムでやっているミュージシャンは僕は知らないんですよね。正直言って僕が知っているミュージシャンの友達は必ずセカンドジャブがあるんだよね。で、それはアルバイトとか、まあ、ガーデニングとかいろんな、まあ、お仕事のジャンルがあるんですけども、ミュージシャン一筋でやっている人は本当に僕は少ないと思うんですよ。で、よく考えてみるとね、このミュージシャンになってやっていくっていうのがあると、今度事務所が必要になってくると。なぜかっていうとね、ミュージシャンのスキルはミュージックをプレイすることなんですよね。お客さんとのエンゲージメントをいただいて、そのお客さんが求めているその心に響く音楽を届けたり、癒しの音楽を届けたり、エキサイティングな音楽を届けたりするのがミュージシャンの仕事なんですよね。で、または有名なそのクラウドミュージシャンっていうのかな、そのステージミュージシャンやな、ステージの上に立って Hey みんなみたいな感じで盛り上げるっていうのも仕事ですよね。で、そういう人たちの仕事はね、こういうビッグななんかコンビニのチェーンに行って僕の曲を流してください、で1曲何円でやってくださいとか、今月はこれでやってくださいとか、そういうネゴシエーションをするっていうのは別の人だと思うんですよね。で、今の世界でよく見るとそれはエージェントだと、事務所がそれをやってくれると。でね、本当に僕は事務所の悲劇っていうのを実際に見ているんですよね。本当に事務所、ミュージシャンが事務所に入るんだけどお金をもらえない、お金があんまり入ってこないから事務所に入ってるんだけどセカンドジャブある、で今度事務所を辞めたいって言ってね、独立したいって言って辞めようとするんだけど、辞めようとすると訴えられるとか、でこれ本当にテレビレベルのミュージシャンになってくると、これは当たり前のような話になってくると思いますね。で、何が起こるかっていうと、もちろんそのフォーカスがお客さんっていうのもあるんだけど、このビジネスモデルの影響がものすごい強く入ってくると思うんですよね。で、僕が言いたいこのビデオのポイントなんですけれども、今この時代が大きく大きく変わってきているんですね。で、どういうことかっていうとね、今もしミュージシャンになりたいんだったら、この10年間でこれまでなかったチャンスが実は来ていると僕は思うんですね。もう一回言いますね。もしあなたがミュージシャン、またはミュージシャンになりたいなっていうんだったら、今メガオプチュニティ、メガチャンスがミュージシャンに流れてきているっていう
ことだと思うんですよね。まあ、ちょっとね、僕は説明が下手なんでちょっと頑張って説明するんですけれども、よく考えてみると、今本当にコロナの影響で世界の半分、人口の半分がお家にいてねっていう、そういうねサジェッション、ね、命令っていうか、まあ、お国によっては命令だと思うんですけどね、そういうガイドラインがあって、本当に今お家で暮らしている人が地球上、人類の歴史でこれまでの人数がお家にいたことがないっていう時代が今、実は今なんですよね。本当にリアルに考えると、で今何が起こっているのかっていうと、このウィルナの影響ですっごい不安が流れていますよね。もうビジネスはもう元に戻らないだろう、戻るんだったら数年かかると。で僕はその数年の間に環境問題とかいろんな別の問題も出てきますので、もっと僕たちは進化していかないといけないっていうふうに僕は個人的に思うんですよね。この愛を選ぶっていうか、正しい道を選ぶとか、ね、昔はそのね、ビジネスの道が正しかった。ね、贅沢がゴール。ね、そういうなんかお金をいっぱい儲かることがゴール。僕がナンバーワンになるのがゴール。僕が偉くなるのがゴール。偉い人が言うことを聞くのがゴール。会社が言うことを聞くのがゴールっていう感じだったと思うんですよ。ね。でも、今、そのビジネスモデル自体にものすごい変化が、カーブボールが来てるんで、そのやり方でやっているビジネスは沈んでいくと。ね、でみんなそういうその正しい心が合っているところにピンってフォーカスを合わせているところだと思うんですよね。でもちろん中には本当にお仕事がなくなっちゃう、もう目が大変なこと、もっちゃくちゃ大変なことがリアルに起きていて、これからもかなり高い可能性で起き続けると思うんですよ ね。でミュージシャンとして何ができるかっていうと、癒しの曲をかけることができるんですよ。希望のメッセージを届けることがミュージックを通してできるんですよ。で、前みたいに事務所に入ってアルバム作ってもらってラジオ局にこれかけてくださいっていうのがいらない時代になってきてるんですよね。ね。で、直にその癒し、その元気を求めている人、希望を求めている人、直にお話しできる時代が今来てるんですよ。ね。なんか僕ちょっとあの YouTube でチャンネル登録者1000人以降になるとライブができるとか、なんかスパクチャができるって聞いてるんですけれども、その、なんていうのかな、本当に例えば YouTube、Instagram でもいいですよね。Facebook でもできると思うんですけど、Hey! って言って、本当に自分の友達、最初は数人、数十人でもいいと思うんですよ。僕ちょっとライブやるよって言って、で、その自分の曲を弾いて、で、お客さんと話して聞いてる、お客さんって呼ばないよね。仲間だもんね。仲間に話して、Hey! どういう曲聴きたいって言って、聴きたいって言って、その仲間が、みんなが求めている音楽をちょっとプレイして、で、歌ってあげる。ね、例えば、本当に、月曜日から金曜日の間、夜8時からライブやってますって言って、もうラジオ局みたいに、自分のラジオ局みたいな感じで流すことができると。で、スーパーチャットっていう機能があるので、ありがとうって言ったら、ね、本当に50円が飛んできたり、200円が飛んできたり、中には2000円が飛んできたり、ね、そういうことがリアルにあるんですよね。ね。で、それでやると、もう本当にライブのステージのコンサートみたいな感じで、直接お客さんと話せる。で、直接、そのお客さん、ごめん、お客さんって言ってるんだけど、仲間、そのファン、やっぱみんなで応援していく時代だから、ね、自分が得意なこと、自分が本当にこれで癒しを届けられるな、幸せを届けられるな、ハッピネス、元気を届けられるなって言ったら、それが本当にリアルにできるんですよね。ね。なので、今日のメッセージ、このビデオのメッセージは、ね、Musicians, you have a job to do. You have a job to do and you know it.You know it. You feel it in your heart. あなたには仕事があるでしょう。やることはあるでしょう。ね。みんな、あなたの光、あなたの声、あなたの曲を求めているんだよ。今があなたの出番になるんだよね。みんな待ってるんだよ。だから本当に、最初はちょっとでもいいから。ね。で、もちろん人の前で曲をかけるっていうのは勇気が必要になると思うんだよね。ね。で、そういうなんかね、いろんななんかね、カメラがあったりとか、マイクが必要になったりとか、いろいろあると思うんだけど、正直言って最初はスマホ1個でできるんだよね。しかも最新のスマホじゃなくても大丈夫っていう。ネットさえに繋がってたら。
ね、だから本当に僕はこれから本当のミュージシャンの深い意味で言う出番が出てくると思います。でこれから本当にミュージシャンだけじゃなくて、ね、例えばそういうなんかその愛のメッセージ、元気のメッセージ、希望のメッセージみたいなのを伝えたいんだったら YouTube やってみるとか、ね、そういう出番もいっぱい出てくると思うんですよ。自分のアート、自分のクリエイティブ、ねね、この前のシステムが変だったんだよ、ね、嫌いなことを仕事にして生きていかないといけない、それもう変えていけるわけよ、ね、正直言って音楽ミュージックビジネスは僕はすっごい前から思ってたのに変だと思うのね、本当に、ね、なんでどこ行っても音楽は流れているんだけど、なんでお金はミュージシャンに流れないんだろうって、どんなカフェ行ってもどんなお店行ってもどんなアペラルショップに行ってもかかってるんだよねミュージックは、ね、でもそれを作っているミュージシャン、それが必要だ、それで生きていくミュージシャンにはお金が流れないと。でどうやってその人たちにお金が流れるのっていうと、そういうなんか事務所に入らないといけないのか、ね、ライブハウスに行かないといけないとか、ライブハウス好きな人は好きな人でいいと思うんだけど、ライブハウス行くのつらいぜ。仕事終わって平日やっと終わったって言って満員電車じゃないけど電車乗ってなんか別の40分違うところの東京のところにいて、なんかタバコ臭いところ、暗いところ行って、なんか偉そうなさ、ね、若い子が2000円だよとか言って、なんかチケットって分かるでしょ、なんかそのミュージックライブハウスで働いてる子たちってなんか鼻が高いんだよね。まあこれ気のせいかもしれないの、ごめんね、気のせいだったら。でそこで行ってなんか頭下げて、あすいませんみたいな感じでなんかチケット買って、でなんかお酒飲まないといけないみたいな、まあ飲まなくてもいいと思うんだけど、でなんかみんなタバコ吸ってて音楽がめっちゃうるさくて、今俺立ってて疲れてるんだけど、でようわからないけど、お客さんが下でミュージシャンが上なんだよね。でミュージシャンが2時間ギャーってやって、ね、それにロックンロールして、で出ちゃダメとか、出たら戻ってこれませんみたいな、そういうなんかはーみたいな、リアルに体の動きで考えて、それが働いている人がそれ喜んでやるかっていう人は少ないと思うんですよね。でもお家に帰ってきて仕事が終わったりとか、今不安の中で YouTube 見るかって言ったら、みんな YouTube 見てるのよ。 Facebook やったりインスタやったり、でそこで自分のライブやって、直生でお客さんと話して、でそこで新しいのが生まれるじゃん、クリエイティブエネルギーとか。でそういう人たち、そうやって曲を歌ったりとか、聴いていったり新しいのを作ったりとか、ね、そっちの方が合うじゃん。でそのライブハウス通さないで直で行けるわけよ。事務所通さないで直で行けるわけよ。でライブハウス、今度コロナ終わったらみんなビッグライブやるぜって言って、ライブやるよって言ったらみんなが集まってくれるわけよ。エネルギーワイ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 で、でその別のビジネスモデルを続けられることもできるんだよね。でこれを気づいてるカフェのオーナーさんとか、ね、アペラルショップのオーナーさんたちは、ね、少ないお金かもしれないけど、リアルなミュージシャンをカフェに呼ぶとか、リアルなミュージシャンをアペラルショップに呼ぶとか、 DJ を呼ぶとか、ね、だから分かる、アペラルショップめっちゃ津波来るんだよな、アペラル業界にめっちゃすごいの来るわけよ、ね、だから本当に、ね、レストランにも来るから、こうやってぜひミュージシャンはハーモニーの It's sacred、 聖なるものなのよ。 Can you imagine、 もしミュージックが僕たちの世界になかったらどうなると思う、世界に音楽がなかったら。ダメよ、人類、人間として僕たちはミュージックと一緒に生きているんだよ、ね、だからみんな前の考え方、偉くならないといけない、ミュージシャンになって、ね、成功しないといけないとか、ビジネスマンになって成功しないといけないとかちゃうんだよ。今はみんなで一緒に生きていく時代なんだよ。そういう時なの、ね、今そういう時なんだよ。今あなたの出番なんだよ。あなたが勇気を持って輝くことによって、他の人たちも、あ、僕も勇気持って輝いていいんだって、ね、僕も声出していいんだって。僕この間フォートナイトっていうゲーム流行ってるからちょっとやってみたんだけど、そしたら11歳の子供と17歳の子供がラップで歌ってるの。
ね、で僕のニックネームがリトルクリスなのね。フォートナイトのゲームやってる時に Hey little Chris, wrap it up man みたいな感じでみんなで歌いながらゲームやってんだよ。 Hey, I'm playing Fortnite with my buddies. I can't rap but I am having fun. わかる？この素敵なね、ちょっとね、これこういうね、この年齢で子供たちとね、フォートナイトやってるのはちょっと微妙だなっていう思うんだけど、ちょっと試したかったのね。で試したら本当に素晴らしかったね。美しい、なんかそういう愛っていうか光があるんだよね。でそうやって自分の光を見せて、でその子たちもすごいんだよね。ラップやってみなよ、歌ってみて、大丈夫だよって。すごい偉いよ、この11歳と17歳の子。自分の奥さんに歌ってあげると喜ぶよとか、自分の家族に歌ってあげなとか、すごいよね。ね。なので、ポイントは、僕はミュージシャンの仲間で、ね。それはみんなミュージシャンの仲間だから、ね。ミュージシャンを応援していこうぜ。で、ミュージシャン、今から出番よ。It's your job. It's your turn. It's coming to you, man. あなたの出番。待ってたよね。この数年間、この数十年間大変だったと思うんだけど、来たぜ。来たぜ。Woo! Yes! Alright, you guys.So many things are happening right now. もう本当にシフトが来て、いろんなオプチュニティ、そんな機会がポンポンポンって、前の辛い普通に戻るんじゃなくて、もっと楽、もっと幸せ、環境を大切にする、人を、命を大切にする、動物を大切にする、幸せを大切にする、一緒にいる時間を大切にする、この地球っていう星で生きている時間を大切にして、お互いを大切にしながら楽しく、深く、深い意味で楽しく一緒に生きていこう。で、あと僕も朝ライブやってるんですよ。月曜日の朝6時半。目覚ましクリス。おはようジャパン。Good morning Japan っていうのをやってるんで、ぜひね、もしまだ来てなかったら遊びに来てください。よくね、6時半から8時ぐらいまではやってるんですけれども、本当に世界中からみんなが集まってくれて、何がすごいのかって言ったら僕の話じゃなくて、みんなのコメントとかを見ていると本当に涙が出るよ。すごいよ。ぜひ遊びに来てください。Alright, you guys. で、あとね、僕、インスタグラムっていうのを、結構やってるんで、ちょっとビデオストーリーとかやったりとか、LINE アットがね、なんかすごい料金変えたからあんまりビデオ流せなくなっちゃったんで、今インスタグラムクリスチャンモンセンの方でやってるんで、もし興味があったらぜひ見てください。 Alright guys, で please 自分の友達にミュージシャンがいたらこのビデオをフォワードしてあげてください。今その人たちを応援していく時期だからね。でその人たち届けるとめっちゃすごい感じで、またいいのが戻ってきて、本当に大きい変化が来るよと思います。 Alright, you guys, I love you guys so much. We're living in an amazing time. I'm so happy. And thank you so much for watching this video. 本当にありがとう。ね。I love you. I'm praying for the best. And let's get through this together. Alright, you guys, I love you guys. I'll talk to you soon. じゃあね。